こんにちは、クラビッター竹ちゃんです。もうね、ほんとこれだけ視聴者の皆さんに言わせてもらいますわ。マーベリック、マーベラス。まずは振動数を測ってみよう。はい、それではまずマーベリックの純正シャフトで入っているディアマナの50の R の振動を測ってみます。208ですね。はい、続きましてマーベリックの純正シャフトディアマナの50の S の振動を測ってみます。230ですね。続いて重量を測ってみよう。はい、それではマーベリックのスリーブ付きのヘッド重量を測ってみます。199.6g ですね。続いて打ってみよう。はい、今回のですね、マーベリックはですね、芯を外しても、飛ぶというのを CM なんかでしてるんですけども、今回はそれを実際打点位置をずらしてですね、どれぐらい距離が変わるか実験しようと思います。じゃあ早速ですけど、私はまず真ん中で打とうと思います。ノーマーベラス。はい、それではまずフェースの真ん中で打とうと思いますので頑張ります。マーベラス。はい、続きましてフェースの遠側で打ってみようと思います。マーベラス。はい、続きましてフェースのヒール側で打ってみようと思います。データを見てみよう。はい、今回はですね、キャロウェイの最新ドライバーのマーベリックですねをちょっと試打してみたんですけど、まあ、マーベリックそもそもこれ意味はですね、型破りなという意味らしいんですよね。まあ、その型破りなヘッドで、まあ、AI が作り出したベースというでもすごい歌い文句がね、もう AI っていう時点でもう何かよくわからなくなるんですけども、それがまあすごいんですけど、ただまあ今回のマーベリックに関しては実はエピックって前作モデルですね、から AI のヘッドは使ってます。でエピックにがフェースの後ろに2つの柱があるっていうのはこれすごい歌い文句としてあったんですけど、その柱の中で打たなかったら飛ばないという、まあ、一種の都市伝説が生まれちゃったんですよね。当たり前ですけど2つの柱があろうがなかろうがミスヒットしたら絶対に距離は落ちますから、まあそういう逆に売れるからこそそういう、まあ、デマというか都市伝説みたいなのが流れるっても、これはもう逆に言うとキャロウェイさんの人気があるからと言わざるを得ないと思いますね。今回はですね、前作の AI 技術をさらに進化させて高所得エリアを拡大するというタスクを追加したと、まあ、これがちょっとこの辺が難しいです。ちなみに前回のエピックフラッシュからですね、 AI の処理能力がなんと34倍に向上したと。もうどれぐらいが普通でどれぐらいがあれなのかわからないんですけど、なんせ、まあ、もはやもう人間の領域を超えているヘッドということですね。全然関係ない話ですけどね、まあ、将棋界でもね、もうまさに AI にはもう人間が勝てないと言われてるぐらいですから、もはやもう人間の領域を超えているヘッドなどかもしれませんあくまでも、はい。
で、まあ、さっき言ったように2本の柱じゃないと飛ばない、だから飛ぶことは飛ぶという評価を得てたんですけど、芯を外したら飛ばないっていうのが多分あの今回キャロルさんの一番の、まあ、高初速エリアを拡大した、つまりどこで打っても飛ぶ、これ CM でもよくしてますよね。芯外して打ってもこんなに飛ぶのみたいなよくしてるんですけど、それをまあ今回がまさに私がもうあの実証しました。はい、これです。見てもらったら分かるように、もう真ん中で打つといって、いきなりミスをするという、まあ、この辺が僕の技術なんですけど、さあ2球目、まあ、これは、まあ、真ん中、ど真ん中といったらちょっとね、ごめんなさい、そこまでではないですけど、比較的もう真ん中ですね。あとは遠側と昼側、結構ね、CM では軽く外したり、まあ、プロが実践したりもしてるんですけど、ちょっとやっぱり度合いが少ないので、私としては結構、まあ、このなんていうんですか、私の技術を駆使して外しました。で、まあ、実際どういうふうな球数になったかっていうと、まあ、当然ですけど、曲がります。ギア効果っていうのはヘッドには絶対存在しますから、遠で打つと左にフックしますし、ヒールで打つとスライスします。まつては私もともと持ち球がフェードなんで、真ん中で打ってもフェードしてるんですが、面白いのは距離ですね。スピン量の誤差が、一番出てるのがヒールで打ったこの3360ですね。スピン量一番いいのが真ん中で打った3100、まあ私そもそもこの2000台来てないっていうのは、これは私の技術の問題でもあるんですけど、遠側でも3210、まあ若干下がってますけども、結局ほとんどスピン量に誤差がないって、ここが面白いところですね。で、同時に飛距離も、一番飛んだのが実は、1球目の、まあ、真ん中で打つといって若干ミスった230、まあ、これはまあ方向もありますけどね。2球目真ん中で打ったのが当然 2番目に飛んでるんですけど、またちょっとこれ2球目フェードしちゃったんで、はい、だから、一番飛んでるのが234、一番飛んでないヒールでも225度。確かに面白いのはミスヒットでも距離が落ちないっていうのは、これはまんざら嘘じゃないのかなと。というか、このヘッド一番面白いのはどこで打っても打感がそんなに変わらないです。音も変わらないですし、打感もどこやろうって、それこそこのシールを見て気づくような感じなんですよね。金属音も少ないですし、非常にまあプロ好みの多分打感なのかなとは思う反面、ちょっとどこで売ってるんだろうって若干不安に、私なんかこういうのを見てみつつから見る分ちょっと不安になるのかなっていうのはあります。逆に言うと、まあ打点値が暴れるアマチュアの方とかっていうのは、ビギナーさんとかっていうのはこういうのはもう本当に武器になるのかなとは思いますけど、はい、今回シダクラブとしてお借りできたのがこのマーベリックなんですけども、実は今回3機種出てますね。この今打たせてもらったマーベリックとマーベリックサブゼロですね。前回の、サブゼロシリーズっては前々からありました。で、今回新しくマーベリックマックスっていうのが出てますね。で、このマックスというのがいわゆる、以前のスターっていうやつの後継ですね。スターっていうやつの後継なんですけども、今回一番このマーベリックシリーズで一番変わったのは、すべてカチャカチャ対応です。今まではスターっていうシリーズにはカチャカチャはなかったです。ただ今回からはこの3機種全てにカチャカチャが採用されてます。そういう意味で言うと、カチャカチャ分のヘッド重量が乗ってきてると思ってください。まずマーベリックはですね、 199.6g でしたね。これはあのスリーブ込みの重量ですね。で、そこから私が、まあ、今日測ってはないんですけども、カタログからシャフトとかグリップから全部逆算したところ、サブゼロは 203g 相当です。これはただ、前回のローグとかエピックとかとほぼ同じ、サブゼロはほぼ同じ重量だと思うんですけど、一番面白いのはマックスですね。マックスはスリーブ込みでだいたい 196g です。以前のスターシリーズ、ローグスターとかエピックスターっていうのはだいたい 192、3g だったので、これはもう仕方ないです。スリーブがついた時点で、3g、4g ってのは乗ってきます。だからこれが、一番大きく、変わったのかなと。重量がちょっと重くなったと思います。あとはもう今回打たせてもらったこのマーベリックだけ、このハイバック形状って、ちょっと後ろがまん丸いんですよね。ピュッとお尻が上がってる、あの女性のこうすごいスタイルのいい女性のお尻みたいな感じですね。はい、これはただ あくまでもこのマーベリック、スタンダードのマーベリックだけで、あとのは、これは結局空気抵抗、それこそテーラーメイドさんもシムと同じですよね。シムと同じで空気抵抗を考えた形状なんですけども、サブゼロと、もう一つのマックスに関しては、シャローバック形状、こういう形状にはなってません。だから空気抵抗よりも重心とか芯の広さを意識したっていうのが、だから各そのヘッドでターゲット層を絞ってるのかなというのが面白いところですね。まあ、今回キャロウェイさんの、このマーベリックについてはこの辺が私が言えるのかなと思います。はい、ズバババゴルフ、ローブやエピックフラッシュからどう進化したのか、
3種類のヘッドはそれぞれどんなゴルファーに向いているのか知りたいです。なるほど。まずマーベリックの位置づけとしてはこれはもう私の意見でもあるんですけど、エピックは非常に飛ぶというのが謳い文句だったんですね。それこそ2本の柱の売りが出てきだしたのがエピックなんですけども、ただエピックはその点ちょっと完成モーメント、要するにミスに寛容さがなかった、ミスへの寛容さが少なかったとは言われてます。でその後できたローグっては今度逆に寛容度を強めた、だからエピックよりもだいぶ、シャローなヘッドにしたんですけども、今回のこのマーベリックってはその中間地点かなという感じのヘッド形状をしてますね。もちろん、フェース面は AI と言ってますけど、そこはちょっとごめんなさい、さすがにもう AI の考えてることは私には理解できないのであれなんですけど、フェース形状としては、エピックとローグの間のところ、まあよく言えばいいとこ取りっていう、とこの形状をしてます。マーベリックは、今言わせてもらったように、比較的オートマチックにみんなに対象者広げてますけど、サブゼロとマックスの方から考えたら大体わかるでしょうね。サブゼロまず 203g のヘッド重量があります。これはもう間違いなく45インチ、いけても 45.25 インチでしか組めません。こうなってくるとやはり、ヘッドスピードがあんまり上がらない方とかヘッドが結構重いので振り遅れる方っては使えません。やはりこっちはハードヒッター、ただ重心が結構浅いので、要するに真ん中を食えばかなり飛ぶと思いますね。やっぱりこれはある程度ヘッドスピードもいりますし、上級者が使うべきかなと思います。マックスは以前の、スターの後継なので、やはり逆に言ったら芯が広い、完成モーメントが大きいというふうに捉えてますので、ただ以前よりも、カチャカチャがついた分ヘッド重量が重くなってますので、以前ほどの、寛容度はない、逆に言えば以前より飛ぶ可能性は秘めてますので、そこはまあもちろん、どっちか取ればどっちか消えてしまうんですけども、どちらかというと結構ミスヒットが多い人はやっぱマックスの方に行くべきかなと。でその中間どこに今回打たせてもらったマーベリックが入ってくると思います。はい、とにかくヘッド重量との関係がありますから、クラブの長さを 45.5 インチ以上で組みたいっていうか、それを打ちたいっていう人はやっぱマックスを狙うべきやし、45インチより短く組みたいっていうのはサブゼロ、その間がマーベリックになると思います。はい、インパクトでフェースがまっすぐ当たらなければ意味がないのでしょうか。やはりまっすぐ当てるためにはシャフト選びってかなり重要になってくるんでしょうか。もうこれはもうすみません、当たり前といえば当たり前の話ですね。もちろんフェースがどこで打ってもと、曲がらないというのはあくまでもギア効果とか、その要するに球がそんなに暴れない、完成モーメントが広かったりすると暴れないんですけど、そもそもボール、当たり前ですよ、ボールに当たる瞬間に開いてたら右行きますし、閉じたら左行きます。ここはやっぱりちゃんとしたアタック、フェース角度で入らないと当然まっすぐ飛びません。ただすいません、シャフトが実は今日そうです、初めに言うの忘れてたんですけど、私今回スピーダー661のエボリション6の S 打ってます。振動数は純正シャフトのディアマナの50の R と S を測ったんですけども、正直この2つじゃ私にとっては柔らかすぎるので、今回この打点位置を比較する、これに関しては、カスタムシャフトのスピーダーを打たせてもらいました。そういう意味で言うとやはりシャフトが合ってないとせっかくのヘッド性能っても生きてこないのはもう間違いないですね。はい、マーベリックを試すことによってメリット、恩恵を受けられるゴルファー像というのはどのようなゴルファー像が考えられますか。そうですね、マーベリック確かに本当にちゃんと軌道がある程度安定して、極端に軌道が暴れる人とかでなければ、結構これフィッティングでも多いんですけど、スコアは結構暴れる、要するに100以上打っても結構スイング軌道は綺麗な人とかっていうのはやっぱり打点位置が暴れる人って結構多いんですよね。僕がフィッティングしてて軌道がすごいいい人とかっていうのはシャフトもちろん合わせてこういうヘッドだとミスに強いので、どこで打ってもそこそこいきます。だから軌道が綺麗なビギナーさんとかっていうのはこれすごい恩恵受けれるんじゃないかなと思います。これ間違ったらいかんのは、上級者はみんな軌道が綺麗で、100以上打つ人は軌道が汚いかって、これはフィッティングでは違うと思ってますから、100以上打つ人も軌道が綺麗な人もいれば、80台で回る人でも軌道が、言い方悪いけどあんまり綺麗じゃない人もいます。ただまっすぐ打つ技術っていうのはやっぱり上級者の方はうまいので、それがどういう風にしてるかは分からないですけど、100以上打つ人でも軌道が綺麗な人はこういうヘッドが生きてきますよ。はい、たけちゃんが最新の AI を手に入れたとすれば何を実現したいですか。やはりあれですね、女性をマーベラステクニックをマーベラス
そこからマーベラス。チャンネル登録、高評価で、たけちゃん、ゆみちゃん、動画にすぐにアクセス、チャンネル登録よろしくお願いします。